シュラ、インド民間信仰上の魔族。書店は常に善をもって気楽とするが、アシュラは常に悪をもって気楽とする。天に似て天にあらざるゆえに飛天の名がある。外には仁義礼智信を掲げるかに見えるが、内には猜疑心強く、日常争いを好み、互いに事実を曲げ、また偽って他人の悪行を言い合う。怒りの生命の象徴、争いの絶えない世界とされる。彫刻では三面六臂を有し、三対の手のうち一対は合掌、他の二対はそれぞれ水晶登場を持った姿で表される。興福寺所蔵の官室像は天平時代の傑作の一つ。思い出持ってきた。
思い出持ってきた。あんだけ忘れないでしまってるの。少女へ。ちゃんとまた盗撮グッズ。盗撮グッズ。盗撮グッズ。少女だけど絵はこれからよく歌うんだよ。黄色くなってるやつジャイアントババが赤い、赤いブリーフ、赤いブリーフ、ジャイアントババ簡単に見せないよ言うの？あ、綺麗ですよ、美人さんです。逆回りしてきたね、はい、その顔は。どんな顔ですか